この動画は交通安全啓発を目的としております。信号が青に変わったので、進行したらなんと、右側から突っ込んできた車と衝突しました。おかげさまで代車生活3ヶ月及び頸椎をひねってしまったため4ヶ月ほど通院生活を味わいました。見通しの悪い交差点。目の前で事故が起きちゃいました。脇から出てきたクラウンの減速も、左右確認もせずって感じ。ほんの数秒ずれてたら、トラックの側面に当たってたと、思うとゾッとします。いや、車が脇から出てきた。どっち？これ？違う、あの車が。ちょっと一瞬で横に。とうとう私目の見事に、プリウスミサイルを食らいました。相手は下向いて、スマホを触って気がつかなかったと、信号待ちなんだからそれはありえんやろ、ワイの、大事なピレンを、傷物にしおって、修理代は高くつくで。危なかった。グレーじゃなく、完全アウト、信号もまともに、守れない人種らしい。トレーラーあるある、意地でも前に入りたいみたい。ちょっと、イラッとしました。一時停止をしない。ウインカーを出さない。歩行者のことなど眼中にない。何やら文句を言っているように口が動いていたけど、お前が悪いんだろ、ジジイ。右折レーンから直進。追い越し禁止違反。やりたい放題の危険運転軽トラ。片木原街道の赤信号で交差点進入する2台。子供乗ってたのに信号無視危ないですよ。気が早すぎや。
信号が赤になって止まったら、イエローカットして追い抜き左折する軽トラ。信号無視で横断歩道を渡る小学生に突っ込みかけてたけど、こいつ前見てるんか。車の動き、教習所のシミュレータでもさすがに予測できないよな。事故らなかったの普通にすごいと思う。対向車線が詰まってきそうなので譲りました。軽も確認していないのも悪いのでしょうが、後ろからバイクがすり抜けてきてヤバいと重い危険やでとパッシング。なんとか事故にならずよかったですが、今後譲る行為に躊躇しそうです。対向車線を逆走し車列の先頭に入ろうとして失敗した下手くそライダー。朝のトラック爆走暴走信号無視。あなたはトラックアウト派、セーフ派、それとも信号で止まった撮影主が悪い派。歩行者が横断歩道を渡ろうとしているのになぜ通過する？本日のヒヤリハット、出勤 RTA はほどほどにしないと危険です。車からのゴミ捨て。さなげグリーンロード運転中に、しか出現で危なかった。ご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。